3年ぶりのリアル開催、新型が登場。去る10月16日に、カングージャンボリーが3年ぶりに開催された。オンラインで実施した2回を含め、通算14回目となった今回のトピックは、なんといっても新型カングーが発表されたことだ。初代から数えて3代目となる新型カングーの日本での発売は、 来年の春頃を予定しているという山中湖交流プラザキララを会場として久しぶりにリアルイベントとして開催されたことに加え新型関空が発表されるということもあり9月16日の時点で2100台分の駐車券が間もなく完売となる旨がルノージャポンからアナウンスされたそのためイベントの当日は 5000人以上の来場者が新型カングーの発表を見守り、アンベールのタイミングを今か今かと待った。ちなみに、総参加車両台数は1903台で、カングーが1783台。カングー以外のルノー車とルノー車以外の台数が120台という規模であった。ルノージャポン代表取締役社長の小川淳平氏によって、 発表された新型関宮は、ジョン・ハグリムと呼ばれるイエローの外装色をまとった車両と、ブルーソーダライト M という紺色のボディカラーの個体。その全貌が明らかになり、関宮らしさがしっかり継承されていることが分かった瞬間に、会場全体から安堵の声が上がった。日本だけの乗用プラス観音開き。 小川社長によると、イエローのボディカラーと、ブラックバンパーとの組み合わせは日本専用。常用タイプの新型関宮にリアの観音開きドアが、組み合わされるのも日本仕様だけです、と、その特徴を紹介。本国では商用車仕様の装備となるリアの観音開きドアを採用するなど、日本の関宮ファンの要望を、 取り入れたスペシャルな仕様であることをアピールした。会場内に参考出品者として、ジョン・ハグリムに塗られた左ハンドル仕様が展示されていたが、リアがハッチゲートだったので、これが通常の欧州使用者となる。なお、日本仕様のジョン・アグリムは、ブラックバンパーのみの組み合わせとなり、 その他のボディカラーでは、ブラックバンパーとボディ同色バンパーを選べるそうだ。パワートレインは、1.5L 直4ソア8バルブディーゼルターボエンジンと、1.3L 直4ドア16バルブガソリンターボエンジンの2種で、展示車のトランスミッションは電子制御7速 AT、7EDC であった。MT のディーゼル仕様もラインナップする予定だという。 オーナーならわかる、開け閉めが滑らか。イベントの司会を務めた竹岡慶さんと声優の野島博文さんによる。寒宮ジャンボリーは世界一寒宮が集まる催し。のんびり愛車を眺めるだけの、ゆるく交流を楽しめるイベントです。という言葉で始まった。オープニングに登壇した山中小村の高村昭一郎村長は、 寒ー好きの皆さんが集まったことで、この周囲だけが晴れている。10月末から紅葉の時期になるので、寒宮に乗ってまた山中湖に来てほしいと挨拶。新型寒宮を発表した小川社長は、寒宮は、もともと働く車として誕生しました。日本で人気者となったのは、自由に味付けできる余白があり、 オーナーになってくださった皆さんが生活の中で、それをうまく使っているからです。この状況はフランスでも意外なこととして認識されています。新型もカングーの仲間入りをさせてもらいたいです。今回のカングージャンボリーは、地球にいいことをやろうというサスティナブルな取り組みの一環として、衣類回収ボックスを設置しています、と話した。 自身もカングーを愛用している安田大サーカスの団長安田さんは、カングーらしい可愛らしさが残っている。サイドドアの開け閉めが滑らかになった。というオーナーならではの感想を述べた。新プラットフォームで宣伝化。テレビ神奈川の自動車情報番組、車で行こうの公開収録が行われ。 出演者の岡崎五郎さんとルノージャポンの振動学さんが新型関空の魅力を語った。振動さんによると、新型もライトコマーシャルビークルである点は変わっていません。ルノーはもっと大きな商用車の質感アップも図っており、常用ユースを前提とした各部の洗練を進めてきました。 新型カングーは新しいプラットフォームを採用しており、カングーらしい使い勝手の良さはそのままに、内外装のデザインも乗り味も上質になりました。日々の生活を楽しむ際の相棒として活用してほしいとのこと。ステージイベントのプレゼント抽選会では、メモホルダー、スツール兼ミニバケツ、モバイルバッテリー、カンカラーサンプル、 販売店が使っていた非売品といったオリジナルグッズが当たり、ヨガイベントでは東京座創設者の茶間氏が車を、運転する人向けのメニューをレクチャーした、福音館書店の絵本みんなでドライブの作者である、遠藤いずるさんのサイン会も行われ、カングージャンボリー2022特製版を購入した子どもたちが、 遠藤さんとの思い出を作った。カングーは家族全員で楽しめる。カングージャンボリーのメインコンテンツの一つだと言っていいフリーマーケット。受付台数先着100台は今回も大森京。イベントのオープニングトークが始まる前に売り物の一部が、ソールドアウトになってしまうブースすらあった。 来場者にカングージャンボリーの魅力を伺ってみたら、ペットも含め家族全員で楽しめるイベントである点が最大の魅力です。フリーマーケットは自分でやっても買い物をするだけでも楽しいです。自動車趣味というと男性だけのものだと思われがちですが、カングーは奥様も楽しめる車です。あのボディカラーがいいよね、とか、 外装色のことを家族全員で話題にできる車は少ないと思います。寒宮も家族の一員ということですね、と話してくれた。また来年も山中湖畔に新型寒宮を。はじめとするカラフルなルノーが集結することになるだろう。